掃除の最中のロックの様子です。どうぞ。まずは軽く掃除機をかけます。我が家の掃除機は7年前に2万円程度で購入した紙パック式の掃除機です。私は紙パック式掃除機が好きで、サイクロン式は購入したことがありません。しかもヘッドが数ヶ月前壊れてしまい、最近はヘッドなしで使用していますよ。細かく集めるといいのでしょうが、これ結構大変なので、表面だけさっさとかき集めます。軽く集めただけでもかなり集まるロックの分身たち。今回は床を高圧蒸気洗浄しますよ。怖がらないようにしっかり見せます。始めると火傷させてはいけないので、少し離れた場所で待機してもらいました。ロックにとってはこの時間もつまらなそう。でもロックのためにもしっかり洗浄しますよ。1時間ほどかけて磨き上げました。ついでにソファーやおもちゃも洗浄しました。ロックは匂いがなくなったことが不満な様子です。匂いが消えたと思ってるのかな。いるのかな。人間の匂いでは鼻では分かんないと思ったから。分かる。あとは今日ここにタイルカーペットが届きます。それを敷くのを待ってみましょうかね。もう少しで届くよ。ね、一緒に敷こう。よく手伝ってくれるよね。よし。はい、今回はここまで。ロックにとってはつまらない時間でしたが、清潔にするのは飼い主の役目と思っています。この後、おもむろに出してきたコーヒーの木、ガジガジを10分ほど堪能して、床には新たなよだれをつけたロックでした。